モッ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは、平天くんです。今回は埼玉県入間市にございます、マルハン入間店さんに来てます。はい。で、初来店ですね。あの前にマルハン深谷店さんっていうね、埼玉の、お店で撮影した時に、店長さんがこちらのお店に移って、ぜひ入間店でもやってくれというオファーをいただきまして、今回はやってまいりました。じゃあね、早速店内に行ってみたいと思います。入店やってきました。マルハン入間店さん、それでは早速店内で食べに行きましょう。今日あれだったんですよ。僕ね、まあ、ちょっと圏央道でちょっと行ったところに、桶川市っていうところがありまして、そこでバイクレースに出てから今日来たんですよ。なので体は結構動きますよ。じゃあ早速ね、店内のデータ行きましょうか。どんどんね。はい、バジリスク絆61-38、お隣が76-46ね。あ、67-46とかありますよ。はいはい、あ、いい台ですね。花火、20-21で135分の1、137分の1って台もありますけど、結構ね、よく160とかね、150とかで頑張っている方って、やっぱその何でしたっけ、あのビッグ中のあれで、32だってすごいね。まあおそらく高設定だろうと思って粘ってる方が花火打ってるんでしょうね。すごいですね、32。お隣も32だってよ。すごいね、 PGD2 回引いてますよ。すごーい。あ、ありがとうございます。素晴らしい。4000枚ありがとうございます。4000枚ですよ。あ、 PGD1 回39。すごいねえ、土曜日。まあ今日はもうこんな時間になっちゃったからね、明日は美味しい焼肉でも、はい、だすごいね、35とかありますよね。すごい。ああ、どうも、えいえい、ありがとうございます。オス番長3でございます。ねえ、47、38、49、47、ねえ、87でございます。87ジャーニー、73、80、すごいね。73ジャーニー、80ジャーニーとね、素晴らしい。はいはい、あー、どうも、えいえい、ありがとうございます。あ、えいえい、どうもありがとうございます。おきどきもありますよ。すごいね、66回ですね。43-23と、ね、あー、42-19だって、すごいね。あ、ありました。マジですかこれ。今ちょっとおすすめいただきましたよ、お客さんに。じゃん、本日はこれですね。あ、133、なるほど、一応空いてますね。ちょっと一回ぐるっと回ってきます。すごいですね、57回、30-27。 お隣もすごいですね。すごいですねこれね。30-37グラフドン、わあ、すごい、116分の1ですよ。すごいね。うわ、75回っていうのもありますね。すごいね。すごい、68とかね、結構ありますね。はい、あ、すいません、失礼します。はいはい、マイジャグラーもありますね。マイジャグラー3に、うわ、稼働がすごいな。36の36、素晴らしい。あれが一番いいかな、取られたりして。うわー、すごいね。28-28で56回、はい、75回だって。35-40、素晴らしいね。ねえ、いい台ばっかだな。せっかくなんか両隣のお客さんがなんか声かけてくれてるんで、連れ打ち感覚で打ちましょうか。戻ってまいりました、稼働が良すぎて。はい、ということでね、まあ、ちょっともうちょっと欲しいかなって感じなんですけどね、ゴーゴージャグラーなんで、やっぱ、もうちょい欲しいんですけど、まあ、上じゃないかなみたいな感じですね。もしかしたら、
据え置きの可能性もあるんで、はいはいはい。じゃあ今回はゴーゴージャグラーで行ってみたいと思います。えいえい、はい、今回ランド台は北谷さんのゴーゴージャグラーでございます。はい、16分、おそりパーチャンス、完全後告知。あーダメだ今日はですね、私まあ、さっきも言いましたけどね、あの埼玉県のね桶川スポーツランドという、ミニバイク、まあ、カートコースなんですけど、まあ、そちらでね、まあ、仲間がいまして、レースに出てきました。で今日ね雨だったんですよね、うん、で雨だったらやめようよっていう話をしてて、まあ、やっぱ雨の中走りたくないじゃないですか。まあ、友達もね、うん、おそうだね、雨やめよう、雨降ったらやめよう言ってたのに、いきなり行くぞって言い出しておいおいおい言ってること違うじゃねえかみたいな。で、僕はやっぱ怪我したくないんで、だけどレース当日に仕事は入れないんですよ。で翌日も入れないんですよね。まあ、なんでかっていうと、最悪こう怪我しても、まあ、次の日病院で処置をしていただいて、まあなんとかなるかな、まあ、入院とかなっちゃうとちょっとあれですけど、うん、あら、やめる、やめるんすか。いや結構すごいな、まだ時間あるからね。うわー、レギュラーが足りてないんだよな。310分の1だもんな。その点こっちはな、27だと 3はいかないもんな。200分の1、こっち行こう。うん、じゃあ頑張ろう。はい、じゃあ行きますよ。おさわりパチャンスあ、大丈夫、大丈夫だあー、暫定追加同士。いやでもね、少しでも条件のいいだよ。はい、いやでもね、今日の雨はね、なかなか路面状況がね、コンディションが悪かったですよ。まあ雨ですからね、当たり前なんですけど、ただね、びっくりしたのが、まあ僕一回18ぐらいから、まあ、20代前半ぐらいまでミニバイクレースやってて、でまたね復活して今やってるんですけど、あの頃のタイヤと今のタイヤって違うね。うん、本当に雨でもね、膝をするぐらい倒しますからねまあもちろん滑るんですけど、まあでもそれはね、グリップタイヤで昼間走っててもね、でも倒すと、まあ路面状況によってはこう滑ったりはするんでね、いくらグリップタイヤとはいえ。だからね、もう、まあ確かにね、もう20年以上前のタイヤだからね、まあ、それに比べたらっていうあれですけど、本当にね、レインタイヤすげえなーって思った、うん、最初ちょっとこうおっかなびっくりだったんだけど、なんか前の走ってる人がなんか普通に膝すってガーって曲がっていくから、あ、転ばねえんだなーって思って、俺もやってみようみたいな感じで、あ、本当だみたいなあ、雨でもすげえなーみたいなまあでもね、後半ね、雨が強くなってきてね、水たまりの中走っていくみたいな感じで、さすがにね、滑りましたけどヒヤヒヤしながら、うい、残念。でも楽しかった。今回撮影に協力していただいたこちら、マルハン入間店さん宣伝をちょっとだけ。こちらにね、映ってますけど、マルハンさんのイメージキャラクター新しくできたんですね。にゃん、そしてマルハンの丸でにゃん丸なのかな、わかんないですけどね、イメージキャラクターにゃん丸、はい、なんでも全国らしいですよ。はい、で西の国のマルハン、つまり埼玉県にあるマルハン全店、一斉に装飾の方を変更しまして、にゃん丸くんが、週末に現れるということで、ぜひですね、まあ土日休みでね、やっぱ平日なかなか来れない方多いと思いますんでね、ぜひね週末は
埼玉県にお住まいの方、お近くのマラハン、そしてこちらのね、入間店さんに遊びに来ちゃってください。後半戦光ってくれるのか、そしてビッグ光るのか、あのセリフ言えるのか、皆さん応援してください。えいえい。さあ、まあね、バイクの話置いておいて、最近閉店くんの調子がちょっとね、またここに来て悪くなってるんでね、今日は勝ちたいな。ねえ、あ、そうそう、私ね、もうすごいオカルトなこと言いますけど、あの、僕5月の22日が誕生日なんですけど、はい、まあ、公園にもね、寺井一択君と同じなんですけどね。いやね、ほんとね、ゴールデンウィーク入るぐらいの頃、要は4月の末ぐらいから誕生日ぐらいまでね、ほんとね、パスロー運がね、激に下がるんですよ。去年もだって確かね、シーサさんとあの寺井君と3人でこう、なんかまあ、いろはちゃんとかね、スクープの方とね、こてつ君とかと回りましたけど、3日で20万ぐらい負けましたからね。もうね、毎年ね、ゴールデンウィークからね、誕生日にかけてはね、本当ね、調子が悪いんですよね。なんかいつも言ってるような気がする。なんだよ、釣れねえじゃねえかよ。結構打ってますよ、僕はジャグラーを、文句を言いながらも。実は文句言ってっけど、結構好きよ、うん、ねえ、数多くのジャグラーの動画を残している人だと思いますよ。そんな僕にちょっと冷たいんじゃないですか、最近。脅し作戦。やばいな。あ、やばい、6本目ですよ。47枚貸しなんで、282枚か。いいんじゃないかな、そろそろ。ベル引いた、今。うわっし、あ、6本、今ね、282枚なんで、ビッグでお願いします。ビッグ、あ、おう、おう。バカなんだよ。急げ、やばい。まあちょっとね、わかんないですけどね、ベルバーピエロだったんで、もしかしたらね、あの1ゲーム前ね、ベル引いてたのかな。ベル君だったらお前ボーナス引けよ。あ、引いたか。やってねえや、あと2分。違う、やめろ、チャンス。ああ、さあ、頼む。会員様は10時50分まで延長遊戯が可能で、私は会員でないので40分までの遊戯となりますが、結構あれなんですよね、呼びに来るのがね、遅れてね、プチ延長できるから。プチ延長できるから、こう影が薄い感じで打ってればね。え、マイクって手があったか。残念。その手があったか。トントンじゃなくてマイクね。いやー、ブドウ。今日も負けた。
はい、それじゃあ早速コインの方を流したいと思います。えいえい、チャラチャラ、71枚。はい、今回2台打ちまして71枚、胸。はい、実戦終了、実戦終了。ということで今回こちら、マルハンイルマテンさんで実践した機種は北電さんのゴーゴージャグラーを打ちまして、投資枚数が、こちら47枚貸しで6本入れたんで282枚、獲得枚数が71枚ということでマイナス211枚ですむね。光ったっすけどね、もう最近もうバケなんだね、バケなんだね、バケなんだねってね、あーほんとね、バケが多い。まあしょうがないね、こればっかりはもうバケに愛された男ですから。はい、ということで、いつかねビッグパワンって弾ける時がありますんでね、これにめげずに頑張っていきたいと思いますんで、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。近いわ近いわ、えいえい。